パンドラの箱は、ダザイ治むの長編小説。健康道場という名の結核療養所を舞台に繰り広げられる恋愛模様を通じて青年、ひばりの成長を描く。1947年と2009年に映画化されている。本作品は、ダザイの読者であった木村翔介の病床日記が元になっている。 1940年8月より、太宰と仕切りに、文通していた木村昭介は、1943年5月13日、病苦のため22歳で自殺する。同年7月11日、遺言により日記全12冊が、太宰宛に送付される。日記は、京都の丸禅に成本させたもので、健康道場に手と記した日記の背には、太宰の短編、禅像を思うを模して、 ダザイを思うとすり込んであったという。1943年10月末、ダザイは木村の日記をもとにひばりの声をかき上げる。小山書店より観光する予定であったが、検閲不許可の恐れがあるため、版元と相談の結果一旦出版を中止。その後許可が下り小山書店より出版される運びとなった。ところが1944年12月、 戦災のため発行間際の本が全焼。本作品はその時残った構成ずりを元にして執筆されたものである。1945年11月9日までに脱行。地方紙、河北新報1945年10月22日から1946年1月7日にかけて64回にわたって掲載された。1946年6月5日。 河北新報社より観九1947年6月25日、創英書房から改訂版が刊行されている。河北新報社から刊行された初週本には、創英書房の創業者である岩月秀夫の所蔵本があり、太宰寺室による書き込みがあり、改訂版の刊行に生かされている。岩月秀夫は、太宰と同じいぶせますじ門下で、実家が、 山梨県甲府市幸雲村にあり、戦時中にはぶせを疎開させている。太宰も妻の実家のある甲府市水門町に疎開しており、岩月家を通じて交流があったと考えられている。河北新報社元と総営処房本では61箇所の移動が指摘され、多くは区等点や送り仮名、漢字表記や改行など文法上の改定であるが、天皇に対する表現など、 内容の解釈に関わる部分もあることが指摘される。また、太宰作品では、プランゲ文庫の調査により2009年時点で単行、本4.7作品において GHQ による検閲が行われている。太宰自筆の書き込みのある、パンドラの箱個人所蔵本においても GHQ による検閲員が押されており、プランゲ文庫所蔵の下北新報社版。 パンドラの箱では4箇所の部分削除の指示が確認されている。この小説は健康道場と称するアル療養所で結核と戦っている20歳の男の子からその親友に宛てた手紙の形式の物語1947年7月公開の日本映画。制作は大英。パンドラの箱を原作とするこの映画のタイトルは当初思春期の娘たちであったが ダザイがこれを嫌い、看護婦の日記と改められた。2009年10月10日公開の日本映画。配給は東京テアトル。上映時間94分。川上美恵子はこの映画の演技により、複数の新人女優賞を受賞した。スタッフキャスト看護婦の日記に関するカテゴリー、パンドラの箱に関するカテゴリー。ありがとうございます。